巨人いたね。巨人いましたね。怖かった。怖かったです。食べられそうになっちゃった。なになにってそりゃそうだ。そりゃそうだよね。いやもうだって NG コメント早いな、だいぶ飛行衆いたわ、ビビった。ごめんなさい。すいません。すいません。ふざけたくなっちゃって。自己紹介する？巨人。巨人。巨人じゃない。あ、そう。巨人いつきくん。そう。巨人じゃない。巨人いつきです。あの巨人のいつきです。よろしくお願いします。何種？はい、何種？あの気候種ですね。おお、読んでる。読んでる。はい、つかさです。りくでーす。イエーイ。巨人のいつきくんだよ。いきなり下ネタぶち込むな。その通りですね。でここが早い。まだ早いわ。早いですね。せめて10時回ってからにしろ。いやいやいや、もう終わってますよ。いやーゴールデンウィーク終わったね。終わりましたね。ついにね。なんかてかその前に告知しよう。あ、いきなし告知で。うん。MB、MV 頼む。MV、うん、MV あれして。告知して。MV ってメインボーカル。MV ってなんすか。メインボーカル。MV って無理やりすぎる。MV 告知して。え、ちょっと俺内容が。21日だよ。21日に。なんでしょうね。あれ配信。あの新曲の方が21日に配信されます。配信。イエイイエーイ。そう5月21日。うん。そう。MV はよ。MV。で、あのPV も撮りました。イエーイ。撮ったんで、結構いい感じです。いい感じにみんな怪我してたね。いい感じにみんな怪我したね。そう。いい感じに。俺も怪我したんです。ああ、俺も怪我したし。もう治ったよ。治りました。治った。本当に怪我したの？怪我した。脈を怪我する。どこだっけ？俺はここ。そう、胸。ボディ3発ぐらい入れられた。違う、俺の方地味だったから絶対使われないんだよ。マジ怪我損だよ。そう、ね。楽しみだね。楽しみ。俺らもまだ見てないんでね。出来上がってないから楽しみですね。楽しみ。でもなんか、いい感じに仕上がってるって言われてるんだよ、うん、いい感じですよって LINE の方でも言われてるんで、うん、まあ、怪我した甲斐があったかなってとりあえず、うん、なんで知ってんのこの人。誰かに聞いたんでしょ。そうね、バッティングセンターで撮った。体、体張りました。バッティングじゃねえことした。決してペッティングでもないからね。決してペッティングじゃないですね。決してペッティングセンター最悪だよ。歌舞伎町にあるの？あるの？そんなんペッティングセンターいっぱいあるよ。いっぱいありますよね。いっぱいあるよ。いっぱいあるとか言ったらもうすごいいっぱいある。いつき君ゴールデンウィークなんかしてた？俺ゴールデンウィークは仕事ですね。だよね、一緒ずっと仕事だったんで。一緒。ゴールデンウィーク休みなかったんですか？ない。欲しいね。俺らも欲しいですね。本当に。みんなが楽しんでる間、俺らは普通に仕事してました。まあでも楽しかったよね。マジですか？うん。やばいよ。知られた。マジですか？休みたいもん。てかさ、じゃあ本当3日ぐらい欲しいよね。連休が。なんかどっか行きたい。行きたい。温泉とか行きたい。わかる。はい、リク、手振って。オッケー、オッケー、オッケー、ありがとう。何やっつけだ。今日やっつけ感あるよ。なんか若干やっつけ感ある。じゃあだって言われたからしょうがない。もうそういうのには答えてって言われたから振ったのに。いやだから答えていかないと。だって書いてあるよ、これ。リクさん手振ってくださいって。ああ、書いてますね。リクチだよ、リクチだよ、リクチだ。おスカチだ。おはい、いつ
スピだよ。あ、ダメ、落ち。なんでそこだけ。熱い。熱いよ。熱くないよ。俺すっごい熱いんですけど。寒いよ。本当ですか？もはや。上がってんの？いや、わかんないです。下がってんの？いや、もう上がってんの。みんなはっきり言っとけえだよ、今。はっきり言え。はっきり言っとけえだろ、今のは。すいません、なんか怒られてる。もう今、世代じゃん。毎回説教されてる。説教部屋になってる。いやもう説教部屋みたいになってますね。でも世代だよね。世代ですね。下がってんのってね。はい。わたぼく牛乳って何？投げ中して。はい。いや、どうぞ。わたぼく牛乳は埼玉県のやつだよ。あ、そうなんそう、埼玉の給食で出るコーヒー牛乳。あ、そうなんそう。なんか俺全国区だと思ってたらさ、埼玉しかないんだって。あ、なんか埼玉県あるあるみたいなまとめサイト見たらそう書いてあった。そんなんと見てんすね。え、なんか埼玉愛強いからさ。そんなの見てん。俺マジ結構あったんだよね、埼玉いるのかな、埼玉出身の人。なんか、わたぼく牛乳ってやつ俺まず全国区だと思ってたの。あの、なんていうの、あのちっちゃい女の子とちっちゃい男の子の影が書いてある牛乳なのとか、絵が書いてある茶色のパッケージの牛乳なの。でも見たことないんでしょ。ないでしょ。あ、ひらがなでバタボクって書いてある。あ、そう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 、とか。あ、間違えた、俺メイラクと間違えた。あ、メイラクだ、メイラク。メイラク、しかもローマ字。間違えた。そう、じゃあ、あるんだよ、バタボク牛乳。美味しいのって言って。美味しい美味しい、めっちゃうまい。あの、甘くて美味しいやつ。絶対変わんないでしょ。いやいや、違う、なんかさ、違う、美味しい記憶なんだよ。あんま変わんないっすよ。違う、なんか小学校とか中学校のさ、あの給食で出るからさ、飲まないじゃん、コーヒー牛乳なんて普段。そう、だからすっごい美味しいイメージ。うん、どうしたの。いや、なんかこれ見れない。違いますよ、違います。いや、俺、僕見えないんですよ、これ実際全然見えてないから。これ見れないのかなと思ってみたら、あ、これが出てこない。出てこないですね。出てこないんですけど、コメントが更新。ここに出てこないんですけど、コメントが出てこない。助けて、助けて。いや、お願い。僕が自分で見ちゃいます。ここに出てこない。出てこない。ファイナルファンタジーのことファイファンって言うんだよねって言ってますよ。ごめん、埼玉の人。 FF って言います。この人じゃあどうなんだよ。埼玉の人なのかな。それともあれなのかな。いや、知ったがじゃないですか。わかんない。知ったがとか。俺はファイファンって言ってる友達をバカにしてたタイプの人です。俺もそう。ファイファンって言ってもマジでいじめられてる。お前みたいな感じだったよね。え、なんて言ってました。え、ファイファンの人。今、俺さっき言ったけど。え、なんて言ってました。さっき言ったじゃん。え、ちょっと待ってください。全然聞いてないんですよ。え、なんて言ったの。逆に俺普通に FF だよ。俺も FF。あ、なんて。なんで。落ち。え、違う違う違う。え、なんて言うんだろうなと思っちゃって。落ち欲しかった今。エイナルファンタジー。エイナル。エイナルファンタジーでしょ。いや、もうなんか熱くんすけど。お前気づいてやれよ。うちの MV が決死の下ネタ武将だな。エイナルファンタジーって下ネタなんすか。そうだよ。決死。お前、お前決死の下ネタだぞお前。どうする。全然気づいてなかったんですけど。エイナル。ファンタジーみたいなとこありますか。まあ、ファンタジーですね。ファンタジーが使ってる冒険でしたよね。あっかにファンタジーを感じるの。俺はあそこにファンタジーを感じる。あ、マジだ。すごいね。そうなんだね。知らなかった。知らなかった。知らなかった。まだ未開拓。未開拓。あんまそういうのわかんないから。そうなんだよね。おちんちん侍。シャキーン侍。シャキーン。おちんちん侍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 。侍。侍。間違えた。間違えた。間違えた。やべえ。エイナルファンタジーゲームしちゃったよ。エイナルファンタジーゲームだよ。そう、
サムライがシャキーンね。そう、サムライシャキーンだな、間違えた。サムライって言っちゃった。かわいい。かわいい。かわいい。やった。かわいいや。これ飲み屋でやるとめっちゃ盛り上がるよ。そうですよね。そう。一緒に混ざりたいっていいですよね。いいね。ここでできたらいいですよね。あ、本当にそう思う。うん。やってみる？俺ら3人でおちんちん侍って。あ、おちんちん侍って言ったよ。やってくれるかな？やってくれますかね。やってくれるかな？おちんちん侍！おちんちん侍！やってたら受けますけど。やってたら受ける。向こうにちょっとね、画面の向こうに。やってたら受ける。その見たいよね。なんか、その姿を後ろの方から監視カメラで見てたよ。すげえ見てた、面白いよ、絶対。だって一人でやってる子いますか、うん、侍シャキーンって。侍シャキーン。楽しい。楽しんじゃってんな。楽しんでんな。小学生かよって。小学生やってたら結構怒られちゃう。怒られるね。もうあの子と遊んじゃダメって言われるゲームだよ。おまんまんもあるっすからね。あるね。そっちだけやってたら。もう完全にやばいっすよ。おまんまんのパターンも知ってんの？わかります、わかります。あ、知ってんだ。おまんまんくのいちじゃないですか。何がおまんまんくのいち？ええー、違うんですか、違うんですか、違う。俺そこ攻められて。何が言ってんの？誠さんが聞いたんですけど。電波に乗せて何言ってんの？何言ってんの？おまんまんくのいちはあかんやろ。本当は何なんですか？やってるよ。やってる。おまんまん、おまんまん、おまんまんくのいち。違う違う、おまんまんだ、おまんまんくのいち。え、嘘、そうだろ。そうなんですよ。俺が知ってるやつと違う。俺も違います。そうですよ。俺が知ってるやつ、おまんまんでなんかくのいちだとシュシュシュとかだったもん。え、でおまんまんくのいちって言われたら、おまんまんくのいち。あ、そうか、間違えた。いや、合ってる合ってる。そっちで行こう、そっちの方が簡単だ。じゃあ後でやる。一回 CM とかどっかで挟んだ時にあのちゃんと打ち合わせしとくから。 それまではおまんまんくのいちゃ NG コメントに入んないのね。すごい、すごい。世の中狂ってるね。でこれ絶対ここに NG コメント出ちゃうんですけど、多分これおちんちん、おちんちん入れてる。おちんちんは多分入ってる。うん、ダメだね。だからおティムティムって言って。そう、おティムティムだったんで。おティムティムかおティヌティヌ。そう。だったら入るから。多分それだったら入るはずなんだよ。シュ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 。やばいね、これ。やばいね。やばい。ちょっと楽しいな。なんとか奉行もあんだよな。なんだっけ。カリ首奉行。カリ首奉行。それ誰が作ったの？それうちの従業員が勝手に作った。あ、そうなんだ。あ、ほら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 、来た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 。あ、来た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 。NG にならない、NG にならない。カリクリ奉行って言われたら、お任せあれってやる。何それ、超面白いじゃん。お任せあれ、あの西郷さんがやってるあれじゃん。すげえ。あ、カリクリ NG ワードなんないね。何？いいよ。ハテナついてるから。あ、迷ってる、迷いがある、迷いがあるね。カリクリに迷いがある。まだあるね。最低の回だ。カリクリ意味ね。開始15分、下ネタしか言ってないからね。やべえよ、まあ、こんなんだよね。そう、こんなんだ、だいたいこんなん。だいたいこんなん。あの、お店でもこんなことばっか話してるな、だいたい。合ってる。合ってるよ。うん、合ってる。俺のあだ名は…カリ首？カリクービー？最近俺リクチンで欲しいんですよ。あ、そう。その狙いは？かわいいから。かわいい。リクチン。したらリクチンって言われるからちょっとムカつくの。リクチン？ああ。ちょっとイントネーション違う。リクチン。リクチンです。リクチン。リクチンじゃないよ。そうそう。リクチン。うん。それトドみたいになっちゃう。なんか上がってきたトド。陸地にね。そうだ。みんなジェットコースター乗れる？乗れる。乗れますね。富士山乗りました。めっちゃ乗る。乗れる？でも富士山は乗れないかもしれないです。高所恐怖症？高所恐怖症ではないんですけどね。
でもなんか下に落ちるのがあまり好きじゃないかもしれない。あ、じゃあジェットコースターと新宿のやつらどっちが嫌い？いや、俺はジェットコースター向き。俺は新宿のやつだ。俺も新宿のやつだ。ちょいまち。だってジェットコースターっていろんな職人さんが頑張って頑張って作り上げた、もうほんとなんかすごいあれ結晶なわけじゃん。まあまあ そのジェットコースター俺は嫌いとか言えない。あ、言えない。いや、てか単純にジェットコースターは楽しい。楽しいよ。新宿のやつらはつまらん。もう見ない。自分で言うつまんの。もう見飽きたよ。新宿の人たち。でも暗所大好きそうだね。暗所？暗所にいそう。例えば暗所の例がどこに何か。墓場。墓場？墓場墓場か樹海かとか。なんか散歩コース樹海ですけど。いや、樹海はさすがにないですかね。深夜の湖とか。いや、まあまあ実家が近くにあったんで、まあ。よく行ってましたよ。え、どこに？実家の裏に湖があって。ああ、実家にいる時はもう行って。樹海によく行ってたんですか？いやいや、樹海はさすがに行かないですか？どういう趣味なんだろう。てか樹海が多分近くにいるんじゃないですか？樹海だったらどうしようか。やばいよね、まず。仙人みたいな感じになってるんですか？観覧車乗れる。乗れる乗れる。なん今日遊園地欲しい？ね、なんかすごいね。こんな変わるの？話題が。さっきまであれだったの。うん、観覧車でだ遊園地でできないことある？お化け屋敷入れないとかある？俺お化け屋敷苦手かもしれない。ダメだ。富士急のお化け屋敷は特に入りたくない。お前何でもダメ。なんかそういうのでちょっと変わってもらおうとしてるでしょ。いや違います違います。え、可愛いアピールですか？いや、なんか、こうジェットコースターもディズニーまでだったらいけるんです。でも富士急ってあれ怖いじゃないですか。いや、だそれを売りにしてんだからそりゃそうでしょ。でもディズニーも怖いですよ、十分レベルがあるってことです。あ、はい、ディズニーは全部平気。まあ、あのタワーオブテラー以外だし。タワーオブテラーは俺ディズニー行ったことないか分かんないんだよね、この話だけど。ダメダメ、ない。俺小学校4年生とか2年生ぐらいしかない。俺大好き、ディズニー。ディズニー行きたい。ディズニー誰か絶対欲しいな。誰かいないかな。ディズニー連れてってくれる人いないかな、誰か。ああ、いるんじゃないですか。ディズニー。大丈夫です、います。俺ディズニー行きたいな。あー、ディズニー。マジディズニー行きたい。あー、ディズニー行きたい。めっちゃ嬉しい。俺と行きましょう。俺と行きましょう。でも男同士で行ったら多分楽しいんだよね。結構楽しいと思う。絶対、俺もそう思うんだよ。でまず豊島園とか行きたいな。なんかクールありますよね。うん。面白かったです。水着のまんま遊園地行けるんだもんね、豊島園でね。あ、そうなんですか。うん、多分そうだと思う、確か。昔よく行った豊島園は。よく行った。あとサマーランド。サマーランド、サマーランは行ったことない。俺もない。ないですか。うん、ない。それなんか結構バカにされるらしいです。あのあれでしょ、でっかいバケツでしょ。 あれでも大してでかくないんだよね。知らねえ。なんか聞く話によると大してでかくないみたいな。俺サマラ行ったことねっつったら、前なんかこの間女の子にめっちゃバカにされた。なんでなんでバカにされるの。それやばいよ。へぇ、何がやばいの。何がやべえの。おめえがやばい。それをやべえっていうやつが一番やべえ。え、どうもやばいと思う。やばいとは思わないですね。僕行ったことないんで。やっぱ噛みつきはしないんだよ。いやいや、ていうか僕が行ったことないんで。やばいって僕もやばいじゃないか。じゃあなんか今いつきにはちょっとリクに噛みついてほしかった。いや、なんか僕がそんなあれかませいんみたいな感じになってるんですか。普通にムカついちゃう。よくないよくない。うっしょうっしょ。でもなんかいいよね。なんか夏の方がやっぱそういう楽しいのがいっぱいあるからいいんだよね、やっぱりね。うん、でも早く冬になってほしいな、やっぱ。いいですか。もう終わったばっかり。終わったばっかり。じゃあもうさ、俺今年でスノボーにほら目覚めちゃったじゃん。もうダメ、やばい。もう今行きたいもん、スノボー。それを、うん、俺もそう。今行きたい、本当に。だってもう来月あれ買うっすもんね。そう、絶対来月使うから。来月使う、あの違う、本当にね、あのだって俺ら初めて買うんだもんね。そんなさ、
ハイシーズンで一番高い時に買いたくないじゃん。まあまあそうです、ね、そうだ、シーズンオフの片遅れは、来月俺とリクとあとうちの従業員でみんなにこっそり買いに。だから俺と塚田さんと五木君が来月スノボのセット買うの。買いに行く。僕もですか。じゃあ五木も。いやでもちょっと。でも行ってなかったせん。そう行ったし。うちの社長がもうハマったんですよ。ああ。そっかそっか。でもちょっと2回ほど行ったんですけど。どうだった？まあやっと滑れるようになりました。何どうしたんですか。いやいや今なんか俺めっちゃ自信きたんかと思った今。えやめてくれ。めっちゃびっくりした今。ちょっとなんかガタガタガタって聞こえたからさ、俺自信ほんと嫌いだぞ。スカスさんマジやばい。マジで。いやでも俺もやばい。俺マジ今ビビったほんとに。うちのお店だとほんとにスカスさんと俺はマジ自信にマジ弱すぎる。すぐ逃げるよね。まず入り口の角。マジ俺今だって来たらあそこドア開けるまず開ける。いや俺も本当ですか。俺も本当失踪したと思う今マジで。超びっくりした。すげえビビった今。そんな怖いんだね。俺こないだもあの最近あったじゃないですか。あ、ありましたね。あの震度5ぐらい。あの時俺バーにいたんですけど、バーの入り口勝手に開けっぱなしにしてました。一人分確保。やばいやばいやばい。あれ時マージャンって言った。はい、でもそんな揺れなかった。あれ倒れなかったから、超揺れたんですけど。超もなるところでしたね。びっくりした。塚田さんがずっとあそこら辺にいた。違う、こうなってたの。こうなってたの今なんかおじいちゃんの幽霊見た人だ。やばいやばい。バカにされてるよね。違う、自信自信。めっちゃびっくりした今、自信かと思った。違ったけど。何か言ったような反応だった。超びっくりした。うちの実家の猫そういう反応しますか。自信か。今みたいな。分かる分かる。上を見渡すよね。そうそうそう。超びっくりした今。怖い。俺人生で一番嫌いなもの自信だから。そんな嫌いなんですね。うんうん、人生ですね。本当人生の中で一番嫌いなもん自信。それはもう結構レベルがもうマックス。そう。自信の次がいつき。そんなに。でも人生で一番好きなものの2位もいつき。ああ。この矛盾。まあなんかあの情熱。うるさい。そんなにそんなに。いやなんかちょっと俺もびっくりしちゃいました、ね。一番苦手なもんなんだ。なんだ。苦手…なんですかね…その人混みですか。超面白いじゃん。なんだろう、満員電車とかダメかもしれない。一番苦手人混みっていう人なかなかいないよ。本当ですか。なんか…こう…なんか空気が薄いところ。あ、酸素が薄い感じが嫌なんだ。嫌ですね。それ人混みじゃなくても結構あるよね。ありがちだよね人混み。いや、人混み、なんですかね。お前嘘ついたろ。いや、嘘ではないですよ。でもパッと出てきたのがそれですかね。嫌いなものですよね。逆になんですか。俺はゆとり。ゆとり。気の利いた答え。俺マジでゆとり苦手。でもどこからがゆとりのラインになるか。まあでもちなみに言うと俺も世代で言ったらゆとり世代に入るんですよ。ああでもそうだよね。でも平成じゃないでしょ。昭和62年ぐらいまでがゆとり世代です。おギリギリじゃん。だから俺、誠さんまでが入るんです。確かあの人あんな顔してゆとりっすか。で、確か塚さんの世代が半だよね。プレッシャー世代。プレッシャー世代。ゆとりになっちゃいけないプレッシャー世代ってこと。なんかゆとり世代と上のポストポスト段階ジュニア世代っていうのがあって、それの間にいるんですよ。ああ、それに挟まれてちょっとしっかりしなきゃみたいな。だから段階の世代が一番上にいて、そのポスト段階の世代がいて、でそれのとゆとりの間の世代なの。あ、そうそうそう。何そのやだやだそれ。でもなんか根性座ってるらしいですよ。へえ。プレッシャー世代。まあなんかでもこれといってあんまり特徴はないらしい。それなんか悪い方向に上げない。違うさ、あのさ上げたり落としたりこっちも大変だぞ。違う違う違う。なんか見たんですよ最近。見た。はい、あ、そうなんだね。そうなんか全然知らなかった。
だゆとりは本当になんか俺はギリ入るけど、あれ、いつきくんがタメだっけ。いや、1個下になるんじゃないですか。俺の1個下。そうですね。あ、じゃあ一応プレッシャー世代。あ、僕もそうなるんですよ。61年61です。ああ、じゃあ確かあれだ、プレッシャー世代。あまり特徴がないプレッシャー世代。へえ。もう次からがゆとりになるんですか。そうそう、あー、はい、はい、そう、ゆとり。まあでも、ゆとりゆとり言うてますけど、まあ、でもゆとりにゆとりっていうのが一番ダメらしい。結局大事なのはここだからね。ハートですね。そうそう、メンタル。これがプレッシャー世代です。さすがです。そういうこと言ってるかもしれないですよ。ね、そうそうそう、いいですね。あ、そうなんだね。そうそう、でも俺ゆとり嫌いだよ、俺基本的に。ごめんなさい。じゃあでもあんまりリクのことを思ったことはない、ほんと、ない。ゆとり感あんまないっすか。うん、ない。よかった。ない。あー、もう気づいてくれる人いた、よかった。よかった。なんすか、あ、めっちゃキュー。あー、そっか。そうそうそう、メンタルあれだ。そうそう、よかった、よかった、よかった。あの、3回ぐらい来てるからちょっとこの質問に答えようよ。最近キュンキュンしたことはっていう、この質問。あー、キュンキュンし、キュンキュンか、最近キュンキュンしたのジャグラーぐらいしかない。それちげえじゃん。かかっただけじゃん。音がちげえじゃん。じゃあ、もう、こっちじゃないでしょ、こっちでしょ。上のパトラムが。超久しぶりにこの間行ったらキュンキュンした。ジャグラー、ジャグラー。でもキュンキュンってねえな。うん、ないですね。当たり強そうな子が話してみたらすっげえアニメ声だった時にキュンキュンした。あー、うん、あ、かわいい。ちょっとそれはまあ結構ベタっす。ベタ、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 うん、キュンキュンされることの方が多いからな。口をすしめ。まあ、そうだよね。そうだから言うなればしたいのよ、こっちは。キュンキュンしたい、したいね。でも何でもなるよね、結構。そう、うん、もうスロット行って南国でキュンキュンするよね。そう、どの道キュンキュン。そうそうそう、キュインキュイン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 するから。本当に。ある、何かある。いや、何かある、何かあるなら話しなさい。なんだ、もうそんなこと言われると。何かあるなら。え、なんだろう、キュンキュンあんまりないかもしれない。でも俺それこそあだ名で呼ばれると結構キュンキュンする。ああ、あの、今までにあんま言われたことないあだ名みたいな。普段言われるのとは違う。最近言われた新しいやつはある。ただ、それあの、俺が勝手に教えるからリクチクチって呼ばれると結構キュンキュンする。言ってって言って言わせんのに勝手にキュンキュンしますから、ね。お前、お前いいな。すげえ楽じゃん。結構セルフキュンキュン。セルフキュンキュンじゃん。すげえな。あー、でも男だけでカラオケこの間久しぶりに行ったんですけど、その時キュンキュンしました。チームでちょうど来ました。あ。待って、もう一回言って。もう一回。そうなの？どういう意味だったの？今。じゃあ今本当俺ら勝利するのいろいろ大変だから、もう一回だけ言って。え、男だけで。それ言ったら CM 入る。男だけでカラオケ行った時に、なんか、あ、懐かしいなって思ってキュンキュンした。ああ、若い頃思い出した。そうそうそう。じゃあ CM 入ります。お願いします。ひどいわ。自分を変えたいすべての人へ。さあ、フェイトへおいでよ。パール楽しい。ルービックキューブ楽しい。薄いじり楽しい。次は終了。マジ終わった。どうやんだっけ。うん、あいつらに賞金100万売らす方法は、あ、これか。賞金 80% バック、入店祝い金高額支給、 BS グループ。簡単だろ。
かわいい。かわいいよ。今みんなかわいかった。かわいいものたち団やる。あ、かわいいものたち団しましょう。じゃあ、いつきは黙ってろ。はい。ちょっと聞いておきます。じゃあ、いつもの。いつものだ。あ、やる？いつもの。いつものだから。ちょっとついてきて頑張って。はい。うん、せーの。1たす1は清み。2たす2は清み。3たす3は清み。4たす4は清み。5たす5は清み。1たす5は清み。なんかダメだ。てってれはい、いいよ。いつき、今でやって。ソロで。ちょっともうやめましょう、やめましょう。ソロで。これは自分でやりながら、あ、俺キモいわって思ってました。じゃこれ今、あれだよ。流行ってんだ。流行ってんだよ。あの、韓国の。韓国のアイドルの人が、あの愛嬌、そうなんか1たす1はってやったら、それで別にこれが決まりじゃないんだよ。あ、そうなの。そうだから何でもいいの。愛嬌勝負するみたいな。そうそうそう、これだよ。で、清美って言ってたんだけど、さっき清美は可愛いって言う向こうで。そういうこと。一回間違ったじゃん、最初に。そう、可愛いって言う。そういうこと。可愛いな。なるほどです。可愛い。日本語で言ったら可愛い。そう、1たす1は可愛い。2たす2も可愛い。すごいですね。なんかテレビ見ないから全然知らなかった。じゃあソロで。え、これマジでもあのファンの子が見たら恥ずかしい。じゃいらない。やだやだやだ。小道具いらない。じゃガチのやつだから。え、本当に言ってんすか。ガチの。え、ちょっと恥ずかしい。可愛い。違う、そう、愛嬌を出すよ。愛嬌出すやつ。別にいいんだよ。いいんだよ。可愛ければいいんだよ。ファンサービスか。ファンサービス。じゃあ俺やろうか先。どんどんハードル上げようか、お前の。一緒に。え、なんかピンでやる。何？もう一回練習したら一人で。じゃあ3人で。じゃあ1回3人で。じゃあ3人で。せーの、いくよ。せーの。1たす1は清み。2たす2は清み。3たす3は清み。4たす4は清み。5たす5は清み。1たす5は清み。やばい。え、俺これダメかもしれない。なんで？これ可愛いじゃん。自分でやっててなんかあのもどかしいものが。俺だってこれ自分でやっててめっちゃ可愛いと思う。え、本当にですか？ちなみにめっちゃ可愛い。ちなみに俺こういうことあんまりできないけど、俺これめっちゃ好きだ。え、これマジテンション上がる。すげえテンション上がるよ。え、本当ですか？なりきれる。なりきれる。あ、でも確かに可愛すぎるって。なんか可愛いって言わないところがいいんだよね。そしてまた。そう。清美だからいいの。そう。本当はここもね、あの韓国語で言いたいんだけど、ちょっとまだ今覚え中だから。あ、ここも本当は韓国語なんですか。そう。なんか、あんだがね、あんだが清美、あんだが清美、あんだけど。YouTube で見ときますね。これをなんか、一押しのアイドルがやると、あの、もう好きな子はもう。あ、もうすごい、もう発狂。マジで落ちるらしい。発狂よ。ひゃー。あ、もう間近に見たらすごいです。本当にそうなる。そうそうそう、本当にそうなるんだよ。もう焦点しちゃうわけ。そうそうそう。だからいつか、いつきもこれをやり続けてれば、いつかステージの上から目の前のファンの子がヒーヤーイッキー。それはないんじゃないのかな。それはそっちないんじゃないのかな。そう、なるかもしれない。いやいやいや、もしかしたらね。いやー、もうちょっとあの家で隠れて練習しちゃいます。もうそれがいい。明日使うって。使って、これ結構テンション上がるよ、これ。これいいよ。これもう俺ら乱発してるから。俺も毎日やってる。やんない日の方がないから。でもこれなんかさ、違う、従業員のポーズにしたいんだよね、本当はね。そう、なんか俺だったらこれだから。俺サンタさんはこうしようと思ってるし。サンタこれいける。そう。でもリクも3なんだよね。これいけるっす。でもリクも3じゃん、これは。そう、サンタさんはキヨミだよね、リクは。だよ、ちょっと違うんだよ。他がいいの。だからちょっとあのなんか新しい。じゃあやって。近くでやるのが一番いい。じゃ教えるから。教えるから。1たす1は清み。2たす2は清み。3たす3は清み。4たす4は。じゃ
ちゃんと可愛いと思ってやって。いいよ。俺、私可愛いんだ。そう、私可愛い。私じゃねえ。私でいい。やだよー。私。もう一回、もう一回って言って。もう一回、もう一回。行くよ。ちょっと、あやちゃん、もっと近く。じゃあ、僕今度、いつきを前に前面に押し出してやるから。そう、俺ら後ろでこうやってやるから。行くよ。ちゃんとカメラ見るんだよ。はい。行くよ。せーの。1たす1は清み、2たす2は清み、3たす3は清み、4たす4は清み、5たす5は清み、1たす5は清みこんな感じ。はい。かわいくない？かわいいよ。これ俺らよかったっす。かわいいよ。やべえわ。しつこい。しつこい。なんか言ったのに。いやいいコメントだわ今の。これで結構尺取ってると思われてるな。ちょっと尺取っちゃってるよ。いやもうあれですね。あこれじゃない？アーチンチャキヨウヨじゃない？これが1たす1じゃない？あそうなのかも。多分そうだよねこれ。あーちんちゃきよウヨキヨミでしょ、たぶんそんな感じじゃなかったでも確かにそうですね、確かそう、まあこれ知ってると、なんか2だねそう、2になるね、K-POP ではそうそう、らしいまあ、もういいねもういいですよとりあえず休止したって、休止やったぜよかったですねキュインキュイン来たって大当たりですよ、彼女大当たりですパトラック光りましたね彼女、あと蝶々飛ばすだけだから彼女いいよもう蝶々飛んだらめでるわめでますねやらないと思うんですけど分かんないね分かってないですね今日なんかうるさいらしいですねでも結構今日終始テンション高いよね全然いいですよねなんか今日はいいよいいね楽しいよいいよいつきがいいね、今日は。いや、ありがとうございます。いつきがいい。特にいい。いや、際立ってる。特に。お二人とも際立ってます。いつきが特にいいね。いや。いつもね。いつも特にいい。なんでそんな、おいしいところ。毎度、そんな言われ方。怒ってんだけど。怒ってないもん。全然。すぐ怒るから。いつきは怒ってないんすよもういやすぐに眉間にシワ寄せるからいやそれ癖なんですよね寄せてんのいやなんか僕目が見えてないから寄せちゃうんですよやべえの来てんなやべえの来てんですかキュインキュイン来たの下がやべえの違うキュインキュインじゃないキャイン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 どっか尻尾かなんか踏まれたよモノマネね一人ずつモノマネやったやつないんだよね、でもなモノマネおい、のび太あ、違うおい、のび太あ、違う違うおい、あれえうわ元気ですか出た出たのモノマネマジでえ陽水さんあー陽水さんだ陽水わかりましたうわ元気ですか今で陽水です。汗です。わかんない。何言うの？わかんない。ミッキー。あ、ミッキーだ。はい。ぶち込んだれや。いやー、なんだろうな。俺、一発芸とかね。おい、なみだ、やけどしようぜ。ちょっと。え、もしかして持ちネタ？持ちネタじゃないです。やり慣れてた。やり慣れてない。いやなんか部下がやってて、それ見てて見よう見まねでやってみたんです。部下が。部下。ごめん。部下がやってて。特殊部隊所属してるやつ。いや別に所属してないですけど。やってたからなんか真似しただけなのに。やばい。めっちゃ怒るだよもうみんな。いや、なんでこんなの部下って受けるだよいやありがとうございますよかったよかった、もう草だらけですね部下笑いや、よかったですよかったですわー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 
まだわーわー続ける。じゃあドナルドやってって言われたから。ああ。わーわー。あ、ダメこれダメ。これダメ。わーわー。ドナルドの声って出やんの？あわ。あ、俺今出。それ痰出したりする。いや、ペイ言うたらもう完全にそれですよ、うん、できないの難しいよ、むずいむずいモノマネほんと難しい、難しいですね、ほんとに、うん、あっちし無理、あっちしも、あっちし無理、あっちしも、俺がオリジナルだからモノマネとかできない、つなげますか、誰かには突っ込んでほしかったえ、なになに今なんて言ったの、大丈夫大丈夫、聞いてなかった、大丈夫大丈夫、やばー、大丈夫大丈夫もう二度目は言わないから、もう一回言ってほしい、言わない言わない、大丈夫大丈夫いつきり物目とかにあんの、やばいっす、いやだよね、そうだよ、ね、無茶ぶりぐらいでしょ、もうなんかやってってもうお客様からしつこく言われてなんか、あ、もうじゃあやっちゃおうかなみたいな感じでやるんですけど、大体滑ります、あ、まあ、そんで大体飲むしかない、そう、俺も大体そう、いきなりやるって言われても無理だよね、大体俺店で滑ってる滑ることしかないし、モノマネするときは最悪大きい声出しておけばいいと思う、わかる、なんかノリで押し切る感じですね、はい、飲みたーみたいな感じでいいと思う その前に俺はドナルドに謝罪しなきゃいけないからね大変だよウケるわね、モノマネ、いつかはやれるようになりたいけどね、一つ一個ぐらいはね、完璧に、なんかアンケートやりたい何のアンケート、アンケートやりたい、何アンケート、アンケートがやりたい、何やる、何がいいかね、何でもいいか、何にしようか、どうしようか、じゃあ、あ、違う、ダメ、まだ早い、まだ早いっすか、まだ早い、違う、なんか母の日アンケート、あー、いいね、あ、いいね、それ行こう、いいっすね、何をやるんですか、何をあ、そこでアンケートを、違う、だからその、この見てる人たちが、視聴者が母だとして、俺らが一人一人選んだプレゼントどれが一番嬉しいか、ああ、いいっすね、あ、で、予算は2万、2万、もうあるんですか、予算は2万、結構買えるな、うん、でも2万だよ、だからテレビとか送れないよ、そう、テレビとかそういうのは送れない、2万、え、通販でもダメですか、通販でもダメっす、ダメっす、ダメっすダメっす、そう、2万、あ、2万ね、結構際どいね、うん、で、行こう、俺はもうあるんだけど、早っ、早いですね、それもう2番のやつが2番のやつってことですよね、言ってるずるくね、違うえ、じゃあ別にいいよ、2番のやつが勝手に自分で用意してたじゃん、それでなんで俺らが寄せなきゃいけないバレてるひどい、2番のやつだったんですね早っと思って、どんだけ知ってんすか、違うじゃあほらさ、もうさ、あの3日後じゃん、もう、うん、あの母の日、今回11日だから、そうだから、あの弟と話してて、ちょうど、ああそうで、俺はもう決まったんだよ、何、あ、もうあげるも決まってる、もう決まってる、今回のもう先に言っちゃったうだ、どうせ見てないから、ね、別にいいんだよそうだね、そう2万ね、2万ちょっと幅広いけど、でも、いいよ、全然5000円とかでも、あ、でもそれより下でもいいですもんね、うん、全然これは2万ぐらいで、あ、これだって嬉しいだろうなってやつ、あ、お金かからないのだったらやっぱなんかリアルなのはお花だよね、やっぱ、まあ、そうですね、うん、今このお花っていうお花潰ししたね、そう、選択肢が潰しましたね、潰したんだけど、うん、お
金かかんない、いやほらお金かかんないとだったらって言われてるから、そう100円だったら缶コーヒー、そんなんでいいっすか、108円で買える、100円で買えるもん、そんなもんぐらいでしょ、いやもうそうそう、まあ、なんだろう、難しいですね、でもじゃあ参考までに俺の言っとく、はい、先に、俺はちなみに電動歯ブラシ、あーめっちゃいいそれ、はい、俺欲しいもん電動歯ブラシ、あの絶対あーそれいいっすね、そうそうそう、自分で買いたくないじゃん、ああいうもんって あんまりいいやつって、あそうだからそれにしようかなって、弟と1万円ずつ出し合って、電動歯ブラシですね、そうそうそう、そんな感じ、あーいいっすね、うん、なるほど、いいよね、いいですね、でしたらやっぱ家電になっちゃう、うん、まあ無難ね、美顔器とかね、あーいいね、いいよ美顔器に、ファイナルアンサー、今更お母さんに美顔器渡したところですか、ファイナルアンサー、美顔器、ファイナルアンサー、ノーアンサー、あ、ちょっと待って、あ、これファイナルアンサー、ノーアンサー、じゃあ美顔器、おー、ファイナルアンサー、はい、いつき、僕、いつもなんか毎年苗あげてるんですよ、苗カーネーションあー、うん、だからもうカーネーションの苗を買って送ります、ちょっと、何、え、お母さんにまでロマン、いや、ロマンっていうか、母の日はカーネーションじゃない、苗なの、苗なの、花じゃねえ、何それ、いや、苗っていうか、まあ要するにこう、植えてあるカーネーションとか、あ、それだったらこう、郵送で送っちゃう、うん、お前、超かっけえじゃん、いやいやいや、ちょっと待って、それ俺がいい、え、俺がいい、それまくるんすか、まくるんすか、俺がいいな、で、これでアーケード一番低かった人がモノマネ、ね、モノマネね、モノマネ俺超やっつけかって、うん、でも美顔器いいじゃん、俺美顔器も考えたんだよね、でも、はい、でも美顔器持ってんだよ、うちの母ちゃん、あそうそうそう、だから電動じゃあ電動あるそうそうそう、持ってるって弟に聞いたら持ってねえっつったら、うんうん、で、ちょうど禁煙したからちょうどいいんだってよ、はい、いいでいいで、アンケート取るのこれかな、じゃあリクさんに押さないはもうやだやだそう、このさ、違う、まあ、ちょっと待って、このさ、ひらがなずっと打ってる人何もう、だすごい頑張ってるでしょ、うん、暇なのは分かるひらがなはもう、時期終わるよ、もう時期終わるけど、だ終わるまで黙っていようかなって思ったんだけどさ、あと6文字ぐらいしかないから今のうち言うべきかな、もさっきからずっとあれじゃないですか、もしかして俺らスルーしてたのかそうだから、もっとあれだったのかな、そうなのかね、とりあえずあじゃあ CM 中にお願いしよう、アンケート、あーじゃあ CM お願いします、はい、はい、CM、お前のことが好きやけん、ずっと一緒にいる人に本音と書いてマジなんだよ、お前の太陽に俺はなりたい、なぜかな、誰の女にもなるな、俺の女じゃない、プロポーズされたいならゴール、冴えないよね、せっかくの可愛い顔が台無しだよ、余分を内側から取らなきゃ、飲んでも綺麗を守る、飲むならセキュリティフィールベター、はい、戻ってきました。これ新しい1タッチ。そうです。あんま可愛くない。俺さ、CM 中びっくりしたんだからさ、直樹さんってちょっとびっくりする。ああ、そう、違う方だよ。そう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 、ファンタジーの方ね。俺本名直樹だからさ。誰がお前俺の本名ぶち込んできたんだもんな、ね。嫁？嫁？
勘違いされる、勘違いされちゃう。やばいやばい。アンケート結果、あ、お願いします。第2位が、30.8% で、ああ、やばい、やばい、はい。うわ、マジか。あら、あら、マジか。あー、え、嘘。え、俺何パーですか。23%。いやー、いやー、うわー、マジか。しゃ、いやー、マジか、負けた。超嬉しい。モノマネか。ちょっと、じゃあいいわ、分かった。いくよ、いくよ、はい、ちょっとこれ、微妙な俺の感情の変化読み取ってね。はい。スタップ細胞はあります。何すかそれ。それ、いつ入荷したの。入荷した、いつ入荷したんすか。これ、よくない。ちょっと顔似てた。これよくない。あ、あの、おぼかたさんでしょ。そうそうそう。これ、超不謹慎だけどさ。うわぁ。おぼかたさん、ニュースの似てたじゃん、今。俺今ちょっとやばかった。面白い。絶対笑わないと思ったんだけど。よかったよかった。そこ来ました。それ系いいっすね。いいよね、この不謹慎系。ワイドショー系。そう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 。だからまあサムラゴーチさんとかね。サムラゴーチ、そうそうそう。今だと、あとはなんだ、もうだすでに出てる。早い早い。早いよ。めっちゃ早いな。星狩りいるんだ。でもそうだね、うん、でもサムラゴーチさんはさ、うん、孫さんがやった方がいいんじゃない。あー、そうっすね。そうそうそう、それはその時でやる、うん、その方がいいよね。ちょ、別に小保方さんをバカにしないじゃないんだけどね、うん、あの、そういいシーンだから。そうそうそう、あの、分かりやすいかな。俺だって結構あれ泣きそうになった。うん、うん、そう、すっごいでっかいビビアンの指輪してるよね、あの人。そうなんですか。へぇ、こんなでっかいやつしてる。そうだね。意外とちょっとやってんな。そう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 。何。うちは別にあれゴーストライターとかいない、そう、いないから、いないですね。完全に俺らが何もかも考えてるからね。それ言ったらやばい。全部俺らでやってますから。ゴーストライターがいないね。また誰か始めたな、あから。またあから誰かやってんだ。すぐ始めるな。こっちがちょっとなんか何。ああ、いい上よ、誰やってんの。そう、もうこうまで行っちゃった、ほら。もう放送終了までに行かないでしょ。止まって止まって、ツッコミ待ってますって、それのこと。そういうこと。そういうことか。そういうことね。欲しがる、誰だよ、マジで。もう悪ふざけがすぎるわ。さっき CM 中にまた赤から始まったら面白いなって話してた。ちょうどその話してた。したらなんか司さんがやって、岡田さんやってる間にやってるから始まっちゃってる。コメント数増やしたのに頑張って。あ、そういうこと。 ありがたい、ありがたい、めっちゃありがたい。それはめっちゃありがたいわ。すごいですね。助かる助かる。すごい助かる。この子、面白いね。ああ、めっちゃ面白いね。センスありますね。ああ、センスあるよ。すげえ面白い。2週目行くあたりがいいよね。ああ、2週…もしかしたら俺らが見逃してるだけでもう3、4週してるもしかしたらね。ああ、やばいね。気になってさ。ああ、もう、集中できない。ああ、 LINE 待ってます。いいな。リコ、おぼかたさんやる？た、スタップ細胞あるの。スタップ細胞あるよ。全然違うじゃん。いつ聞かれる？いやいや、もう、スタップ
落ちちゃったもんね。もうもうだってあのそれで来たらめっちゃ面白くてですよ、実際本人が会見の場で記者会見スタッフ細胞はあるよカメラ投げるちょっと向かってるけるな記者会見してよ、いつきくん。やる記者会見なんかして、やる、なんか俺らがなんか質問しようか。ええ、じゃあ、もう設定は特になし、設定特になし、うん、ただ質問を投げかけむちゃぶりじゃないですかだから、もうあの本当にあるんですかいや、もう無茶ぶりにも程があるすげえ顔して俺の方見てきた本当にあるんですかって、え、何かって思いますからそれはだからもうなんか想像してほしい。ある一個しかなかったじゃん今。じゃあいやね、もうなんか面白い方向に持っていけなかった。もうあと一個ちょっとしかない。やる？最後にじゃあ。何やる？やる？もうじゃあ。最後にやる？やろう？じゃあ。じゃあ最後みんなでやろう。みんなで見てる人も。いくよ。これだよ、これこれ。これとこれ。これとこれ。これとこれね。自分なりでいいから。そう。はい。せーの。1たす1は清み、2たす2は清み、3たす3は清み、4たす4は清み、5たす5は清み、6、1たす5は清み、清みこっち変わった、清み清みこんな感じ。終わる。やばい。やばいやばい。あの、うん、来週も見てくれたら。清美。全日本ホスト歌がうまい王座決定戦。全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイトアットナイトチューブ .net まで。映っている観客に投げかけるすべもなく黙り込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだため。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。